アイルランド共和軍、アイルランド共和軍、アイルランド共和軍とは、アイルランド独立闘争、対英テロ闘争を行ってきた、アイルランドの武装組織である。アイルランド共和国軍と表記されることもある。IRA の目的は、アイルランド自由国成立後は、北部6州と南部26州、共和国とを統一すること。 つまり北アイルランドをイギリスから分離させて全アイルランドを統一することにある。歴史上様々な組織、集団が IRA を名乗っているが、1969年以降の文脈においては、単に IRA といえば IRA 暫定派、アイルランド共和軍暫定派を指すことがほとんどである。IRA のルーツとなる繁栄武装組織の結成は十九世紀中頃から、 始まり、20世紀初頭に設立されたアイルランド義勇軍を直系の前進組織とする。アイルランド義勇軍は北部六州のプロテスタント系武装組織、アルスター義勇軍に対抗して結成されたカトリック系武装組織であり、1916年のイースター放棄で主要な役割を担った。その後1919 19年に正式にアイルランド共和軍と改名された。 アイルランド独立戦争後、1921年の AI 条約締結により、アイルランド自由国が成立したが、この時、北部6州が北アイルランドとして連合王国の一部に止まった。独立戦争を戦った IRA の一部はアイルランド国防軍に加わったが、一部は AI 条約に反対し、非正規軍としてアイルランド内戦で国防軍と戦った。 その後、戦艦期から第二次世界大戦中は、政権から弾圧を受け、勢力は衰退した。戦後に、本格的な活動を再開するも、北アイルランド問題が激化していた1969年、内部分裂を起こし暫定派が別組織として分派した。1986年に、暫定派から、が分派し、さらに1998年のベルハスト合意を実現させた。 暫定派の和平路線への転換に強硬に反対したメンバーらが真の IRA として分派した。IRA という組織の設立の背景には17世紀にイギリス本土での新教徒革命で実権を握ったオリバー・クロムウェルが行ったアイルランド侵攻においてプロテスタントによるカトリック弾圧から続いてきたアイルランド人に対する抑圧がある。また19世紀の中頃に アイルランドにおいて、ジャガイモ基金が発生し、イギリスの圧政からの独立を目指す、繁栄ナショナリズムが広がっていたことも背景にある。アイルランドのナショナリズムには、アメリカ合衆国に移住したアイリッシュ系の人々の働きかけが大きさ要し、また19世紀半ばは、世界的なナショナリズムが高揚していた時期であることも、重要な社会背景となる。イギリスのアイルランドにおける、 重要地であったアルスター地方では、プロテスタントの新英連合派と、カトリックの民族派との緊張が高まり、双方の武力衝突が頻発していた。1858年に、アメリカのニューヨークで、アイルランド移民が創設して活動していた、秘密結社である、アイルランド共和同盟、イブが、ダブリンの民族派組織と合併して、アイルランド本島での活動を始まる。また、 1907年にアイルランド文化の復興運動を掲げて政治活動をしていたシンフェイン党も勢力を拡大する。プロテスタントの新英連合派が1913年に結成した実力部隊である部府アルスーギ遊軍部隊に対抗してイブとシンフェイン党及び保守党、労働党に次ぐ第三の勢力である自治主義のアイルランド国民党は、4 アイルランド義勇軍を設立した。さらに1914年に第一次世界大戦が勃発するとイギリス本国がアイルランドの情勢に介入する余裕を失い、これを独立達成の機会と考えたイブはジラ、統合アイルランド共和軍を組織し、イギリスの敵である中央同盟国のドイツから武器弾薬を調達すべく秘密活動を開始した。1916年には、 ダブリンでイースター放棄を行うが、兵力、弾薬不足と、市民側の支援を得られなかったことが原因で、放棄はわずか6日間で失敗する。イギリス総督府は、放棄直後に、放棄の首謀者であるジラの幹部16名を即決の軍事裁判で処刑し、このことが放棄に対しアイルランドの市民の同情的態度を呼んだ。ただし首謀者たちは武装したま逮捕され、当人も、 容疑を認めていたこと、事実関係が明白だったこと、ドイツと連絡していたこと、彼らの反乱が多数のダブリン市民を巻き添えにしたことを考えれば、一方的な処刑だったとは言い切れない面がある。放棄に消極的だった恩憲派のシンフェイン等は、放棄が市民の同情を得たところでうまく立ち回って人気を集め、1918年の選挙で議席を伸ばして躍進。 1919年1月には、ドイル・エアラン、アイルランド国民議会の設立に着手し、マイケル・コリンズを軍事担当に任命する。臨時政府の国防大臣、カサール・ブルッハーは、法、アイルランド義勇軍を、IRA、アイルランド共和軍と改めた。一説によると、軍事部門に対するコリンズの影響力増大により、リーダーの死兵と化すことを恐れた。 シンフェイン幹部らが共和国の軍隊としての自覚を促すために解消したとも言う。その後、コリンズの指導の下での対英闘争の結果、1921年、臨時政府主犯のデバレラとイギリス首相、ロイド・ジョージとの首脳会談が実現し、和平が成立する AI 条約。この和平の結果、英連邦内で英国王を国家元首にいただく自治領。 アイルランド自由国が成立するが、あくまで完全に独立した共和国の設立を目指すデバレララは条約締結に反対し、アーサー・グリフィスやマイケル・コリンズら条約派と対立した。その結果 IRA は、に編入されるグループとデバレラ派に分裂した。そして、条約の賛否を問う、国民投票でデバレララ反条約派が敗れると、IRA は武装放棄し、 内戦がダブリンを中心に広がり、コリンズも何者かによって殺害される。そして1921年に内戦を格好の口実として、アルスター議会は自由国からの離脱を宣言、アイルランドは南北に分かれることとなった。内戦後の政府による弾圧のため、IRA は一時衰退した。第二次世界大戦においてアイルランドは公式には中立の立場を取ったが、 IRA はこの時期にナチスの援助を求めて代表者がドイツに渡航するとしており、北、アイルランドに対する攻撃について、対独協力していたとの指摘もある。ドイツと同じ数軸国である日本がシンガポールを陥落させると、シンガポールの戦い、IRA 幹部で後に上院議長となったトム・マリンズらが、ダブリン駐在に本領事を囲んで、祝賀会を開いた。 このほかアイルランド政府も対戦中、日本の在王外交拠点に対して送金に便宜を図るなどを支援した。統一アイルランドの実現を目指す IRA は戦後にその活動を再開、1956年から1960年代初頭にかけてはボーダーキャンペーンと呼ばれる一連のゲリラ攻撃を行った。しかしこれは一般からの支持もまるで得られず、 完全な失敗と見られる結果に終わった。これにより、組織内部で方向性の違いが、顕在化し、1969年から1970年にかけて、完全な武装闘争主義で行くべきとする一派と、政治的に統一アイルランドを達成すべきとする一派とが、分裂した。前者が、IRA 暫定派となり、1970年代から1990年代に、 かけての一般に北アイランド紛争と呼ばれる事態において最重要視される勢力である。IRA 暫定派は1971年に導入された治安当局による一斉交流、インターンメントや1972年1月30日にデリー、ロンドンデリーで発生した地の日曜日事件などイギリスによるアイルランドへの暴力的抑圧を 背景に人員と規模を拡大させ、プロテスタント系武装組織や、北アイルランドに駐留する英軍や、北アイルランド警察、警察のほとんどがプロテスタと出会ったにゲリラ攻撃を加えた。やがて、IRA 暫定派は戦線を、北アイルランドだけでなく、イギリス本土、ブリテン島にも拡大、1984年10月のブライトン爆弾テロ事件など、 王室や政府を狙ったものから一般市民を狙った無差別なものまで数々のテロ事件を行った。ロンドンなどイングランドの大都市の公共交通機関も頻繁に標的になり、またロンドンのシティ地区やドックランズ地区とい、経済的に重要な場所でも大規模な爆弾テロが行われた。マンチェスター、バーミンガムといった地方都市でも爆弾テロは起きている詳細はを参照。 1916年のイースター放棄での独立宣言にも見られるように、歴史的に IRA はマルクス主義的な側面を有してきたが、また前述の通り、ナチスと手を組んだこともある。第二次世界大戦後の東西冷戦構図の中、IRA 暫定派は、ソ連やリビアからの軍事的支援を受けて、闘争を続け、スペインの ETA やイタリアの赤い魚団などの、 ヨーロッパのサハ系テロ組織との交流もあった。冷戦体制が終結するとこういった構図は壊れ、アメリカでの民間レベルでの募金などの支援といった形を除いては IRA を援助する勢力はなくなった。その後、9.11によって2000年代以降はアイルランド系アメリカ人による募金もなくなっていったと言われる。一方でイギリス政府は サッチャー政権では強硬な対決姿勢が取られたものの、常に和平への取り組みが模索されており、1970年代にはイギリス政府と IRA 幹部らとの秘密交渉も行われていた。1990年代、サッチャー退陣後のメジャー政権で和平へ向けた動きが加速し、1994年に IRA は停戦を宣言した。 1996年に停戦は一度破られた、動きが父として進まなかったことへの抗議だと、作されるものの、1997年には再び、停戦。同年、労働党のトニー・ブレアが首相となったことで一気に、加速した和平への取り組みにより、1998年には、和平合意が成立した。百九十八年以降、IRA 暫定派から分離した過激派が、 真の IRA を標榜し、テロ活動を行っているが、暫定派は1997年7月20日に、停戦して、以降は目立った武装活動はしていない。2000年5月に、IRA 暫定派は段階的な武装解除を表明し、独立国際武装解除委員会の受け入れにも応じており、2005年7月28日に武装闘争の終結を宣言。 同年7月25日には、同委員会によって、武装解除、武器の放棄が確認された。暫定派の活動停止と武装解除の後も、文派であるリラ及びセルアなどの活動は小規模ながら、続いてきた。2007年5月のプロテスタント系武装組織、アルスター義勇軍の活動停止宣言と、プロテスタント系とカトリック系が権限を分担する。 形での北アイルランド自治政府の復活が実現した後にはリラ及びセルアなどの活動停止宣言があるとの観測が一部メディアに流れたが実際にそのような宣言の予定はないと即座に否定されており最終的にどのような決着を見るかは不透明であるなお2003年11月の北アイルランド自治議会選挙では事前に武装解除宣言を行っていたことにより IRA 暫定派の政治組織である、新イン党が躍進を遂げ、社会民主労働党、SDLP に代わって、カトリック系、ナショナリスト系で、第一党となった。2007年1月には、旧来の姿勢を転換して警察への協力を、党大会で決議し、同年3月の自治議会選挙では、新イン党はさらに議席を伸ばした。同年5月に復活した、自治政府では、 カトリック系第一党として副首相など重要なポストを担っている。2017年11月現在、IRA 暫定派の武装活動は確認されていない。1997年に IRA 暫定派が停戦を宣言したが、その後に組織内の過激派メンバーが IRA 暫定派を離脱し、設立したのが真の IRAA、リアル。 IRA と呼ばれる集団である。彼らは設立直後から北アイルランドにおいて車爆弾を用いた無差別テロを繰り返した。1998年に発生したオマーのショッピング街での無差別テロでは29人の市民が死亡、200人以上が負傷している。これは過去30年間の北アイルランド紛争における最大級のテロ事件の一つだった。 単一の爆弾で最大の犠牲者を出した。確認されていることとしては、リアル・ IRA は、バルカン半島からアムステルダムを経由してアイルランド、及び、イギリスへの武器の密輸に、積極的に従事している。密輸品の中には、RPG-22 のような対戦車兵器もあり、2000年9月20日には、ロンドン中心部のイギリス情報局秘密情報部、 通称メ力カ本部の8階に発射される事件が起こった。現在リアル IRA は来た。アイルランドにおいて最も活発に活動しているテロ組織の一つであるが、1994年までの IRA 暫定派ほどの活動は行っていない。この中には便宜的に IRA の名前を使っただけで、ストーリーとは関係のない作品もある。 特にハリウッドでは9.11以前は IRA をよく使用していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。